んにちは。今日はスイングの応用編2をやります。スイングをしながら下から上にバトンが登っていきます。ビデオの逆再生みたいな、そんな感じでこう見えたら最高です。バトンの端を持ってスイングして、左ウエストのあたりで手を離します。で、上げてる手にバトンが上っていくように、バトンが流れると綺麗です。はい、バトンが、左のウエストから半回転しながら左手にバトンが上り上がるようなイメージです。はい、これ反対もあります。次は左から右にバトンが下から上に上っていきます。同じように、左手で右のウエストのところで手を離して、半回転、バトンが半回転回りながら上に上ります。上げてる手は取りに行かないようにしてください。そうするとバトンが生きて手の中にこう吸い込まれるような雰囲気が出ると思います。はい、じゃあ頑張って練習してください。アシスタントはさや先生でした。頑張ってね。バイバーイ。